はい、富士通コンピュータテクノロジーズの町田と申します。はい、本日は、How to Tune Edit for File System for Embedded System と題しまして、発表させていただきます。午後の最初の発表、自己紹介の時に、説明させていただいたんですけども、私たちは、富士通内のグループ内の、装置の、組み込み Linux にシステムを、ディストリビュートをしています。で、その、間で、クエスト4について、調査しました。で、目次としてはこのようになっています。はい、で、はじめにと、で、ちょっと背景について説明させていただくんですが、最近、大容量の EMMC、SD カードみたいなものですけども、や SDST などの、デバイスが組み込みシステムで、よく利用されるケースがあります。そうした、EMMC とかそういったものデバイスっていうのは、ハードディスクと同じようなインターフェースを持っていて、ファイルシステムとしましては、サーバーとか、普通の PC でも使われるような、EXT4 というファイルシステムが利用されることが多くなっています。で、EXT4 っていう、ファイルシステムを利用するんですけども、例えば組み込みでは、USB メモリーを挿して、でそれを、特に断りもなく抜くといったような瞬間といったものがあるんですけども、そういった、可能性があるんですけども、そういった時にレーダーの知らせが確保できるかといった課題、そういった一つのケースですけどもあります。で本資料では、そのEXT4を使うであたりのチューニングの、有用な機能の紹介と、あと、上記の課題に対して、有用な機能というのがあるのか、検証していきたいと思っています。はい、で、普通の Linux、デスクトップの Linux でも EXT4 という使われているんですが、ここで改めて概要について振り返っていきます。EXT4 っていうのは、以前から EXT2、EXT3 とありまして、その後継で、さらに信頼性の向上やパフォーマンスの改善を行ったものです。で、最大のファイルシステムサイズとしては、1エクサバイトということで、1×10 の6乗テラバイトのファイルシステムを持つことができます。で、また格納する最大のファイルサイズは16テラバイトということになっています。で、カーネルの採用状況としましては、古くから採用されてて、2.6.19 の時から開発版が利用できて、2.6.28 では安定版となって利用できます。各部ディストリビューションでは、RedHat は 5.6、Fedora は11から、Ubuntu では 9.10 から標準として利用できます。で、EXT4 の、主要な機能で、いろいろな機能があるんですが、そこでは、組み込みシステムで、利用するときにチューニングしたらいいんじゃないかなという思う、オプションについて、紹介します。このサイトは、EXT4 のウィキから、抜粋したものです。で、一つ目はジャーナルチェックサムということで、ジャーナルというものがあるんです。後ほど説明しますが、そこのエラーを検出することができる機能です。で、逆に、ノージャーナルモードというものがありまして、ジャーナルをしないモードで、書き込みが減るのでパフォーマンスの向上が図れます。パフォーマンスを重視したいシステムを構築したい場合はこの、ノージャーナリングモードを利用することができます。またディスカードフラグというのがあるんですが、フラッシュファイルシステムだった、SSD だったり、EMMC とかを使うときには、そのコントローラーの中で、ウェアリビリングというものが走ります。ウェアリビリングというのはそのセルに、一つ一つのフラッシュのセルがあるんですが、そこに、書き込む、ですけども、そのセルにあのが、寿命が来てしまいます。その寿命を、平滑化するために、平均的に書き込む機能がウェアリビリングなんですけども、そのファイルシステムが削除したといった場合、その削除したものが、ブロックが、コントローラーでは、理解することができないので、その、削除したブロックを明示的にコントローラーに伝えてあげる必要があります。それが、ディスカードだったり、コマンドでいうとトリムといったコマンドがあるんですが、
それを、通知することができるオプションがディスカードクラブです。でこれで、SSD だったり、そういった、EMMC だったりの寿命を、伸ばすことができるようになります。あと4つ目が、ディレイドアロケーションで、チェーンアロケーションと日本語で訳すんですが、連続する、遅延して、領域を割り当てることによって、なるべく連続する領域に、データを書き込むことができます。それによってフラグメンテーションが起こりにくくなって、結果的にパフォーマンスを向上できますと。ただし、分かりの通り、後から、書き込むので、結局は、書き込まれるまでの時間が長くなるので、データを損失する可能性がある、ちょっと注意する、機能ですね。といったものがあります。あと、ファースト FSCK ということで、確保されていないブロックや、アイドン導入領域以外を、FSCK、ああいうチェックすることによって、高速に実行できます。事例ですけども、EXT4 を使ってて、その IC システムが壊れてしまって、FSCK が、走るんですけど、その時に FSCK が走りながら、実行するので、パフォーマンスが落ちてしまいますと。事例があります。そういった場合には、EXT4 にすると、どうしても FSCK を走らせなきゃいけないと思うんですけど、それが、早く終わる可能性が、あります。で、機能の紹介は以上です。で、冒頭で、データの信頼性といった話があるんですが、それに関連した機能を、2つ紹介したいと思います。まず1つ目は、先ほど一番頭に出てきたジャーナルチェックサムです、はい、でそもそもジャーナルとは何かというと、ファイルの処理内容を、記録したものです。で、そのジャーナルを利用することによって、もし仮に異常停止したとしてもどこまで処理が、走っているかというのも調査することができて、それによって、ファイルの変更を復元することができます。でジャーナルチェックサムというのは、そのジャーナルのエラーを検出することができる機能です。でこれは、EXT3 ではジャーナル自体はあったんですが、このチェックサムがなく、EXT4 で、新たに入った機能です。で使い方としては、マウントコマンドで、ジャーナルチェックサムというオプションを、有効にしてマウントしてあげると、ジャーナルチェックサムを利用することができます。続いて、メタデータについて説明します。メタデータというのは、ファイルを管理するための情報です。例えばファイルの大きさだったり、あとファイルを記録したブロックアドレスのがあります。もし、これが壊れてしまうと、ファイルが実際にどこにあるのかというのが分からなくなってしまうので、データを損失する可能性があります。でそれを防ぐために、メタデータチェックサムといった機能があります。これは、スーパーブロックだったり iNode、ディレクトリブロックなどに、CRC32 という、巡回、冗長、検査というものを、追加して、データをのエラーを検知することができるようになります。でこれは、EXT4 自体は昔から入っている機能なんですけども、カーネル 3.5 から新たに入った機能です。で使い方としては、まずツールが必要なんですけども、E2FS プログス、MKFS だったり、E2FSCK といった、ツールが入っている、ツールがあるんですが、それの、最新版が 1.42.8 なんですけども、そこにはこの、メタデータチェックサムを使う機能がなく、GitHub から、取ってこれるんですけども、1.4.3 の、ちょっとまだリリースされてないものを持ってきて、ことで、この機能を試すことができます。で、使い方としては、ファイルシステムを作るときに、オプションでメタデータ CSUM といった、オプションを利用したり、あとは、TuneToFS といったもので、オプションを追加することによって、この機能を利用することができます。で、じゃあ、EXT4 って、で、その、C
信頼性を確認する、体制テストについて、説明します。目的としては、EXT4 のジャーナルチェックサムだったり、またデータチェックサムの効果を確認することです。でテスト内容としては、データの書き込み中に、USB フラッシュを抜くという、あまり心臓によろしくないことを、やってるんですけども、その時に、データが途中までしか書き込まれてない、例えば、100メガバイトのデータを書き込む時に、50メガバイトぐらいで、引っこ抜いてしまうと。でその時に50メガバイトぐらい、書き込まれているのは、しょうがないとして、その後、ファイルシステムが壊れてマウントできなくなってしまうといった、場合が、起こりうると思うんですけども、それを解決したい。それは、もし同じ領域に、システム、起動するために必要なデータが入っていた場合、データはなくなってもいいけど、システムは起動しなくなるよね、のは困るよねといった場合があるので、そういった場合に、どうしたらいいかということを確認しようと思います。検証環境としましては、評価ボードとしてインテルのボードを使いました。CPU は、Core i3 で、メモリが 8GB で、USB フラッシュメモリも 8GB のものを利用しました。ソフトウェアとしては、Fedora の19で、カーネルが 3.10 です。で、ツールは、デフォルトのものを使ったので、1.42 の、古いバージョンのものを使いました。で準備としましては、ジャーナルチェックサムの機能を、検証したかったので、まずは普通に作ったものと、あと、FS2 というジャーナルチェックサムありで、マウントしたもの、2つを用意しました。で手順としては、1回、マウントっていうコマンドでマウントしたものを、アンマウントして、でもう一回そのマウントしてエラーが発生しないか確認して、書き込み自体は、カーネルアーカイブを展開するといったことをしました。でその展開、すでに展開されたしたものを、削除して、また新たにカーネルアーカイブを展開する。で、カーネルアーカイブを展開している最中に USB フラッシュメモリーを抜くといったことを、一応スクリプトにしまして、これをぐる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 回しています。で頭の方でアンマウントして、展開済みのアーカイブを削除するというのは、4、5でやったものを、残ったものですね、それを、削除するためにやりました。で、やってみると、ジャーナルチェックサムなしを、検証して、エラーが出るかなというふうに確認したんですけども、手順を10回実行したんですけども、ジャーナルによるエラー検出できず、そんなに簡単に壊れるのではないということが分かりました。で、施工回数を増やせばエラー出るんですが、フラッシュメモリーを操作するので作業がちょっと発生してしまうので、これ以上ちょっとやるのはもうちょっとやり方を考えなきゃいけないのかなと思いました。ですいません、ちょっとまだ検証はそこまでで、最後分かったことを説明します。で、今回の調査によって、チューニング可能なオプションというのが、分かりました。で、その組み込みシステムで扱うデータの信頼性を高める機能として、ジャーナルチェックサムとメタデータチェックサムというのがあります。ことが分かりました。で、ジャーナルチェックサムの機能を、検証するためには、まずジャーナルを壊さなきゃいけないんですけども、その壊すっていうのもちょっと、通常のやり方だと、できないので、さらにそのパラメータをチューニングしたり環境を整えたりすることによって、整えてあげなきゃいけないかなと思います。でさらにその、テストを自動化する、ことも必要かなと思います。こういった、カーネルの機能を、検証するためには、LTP をよく流すと思うんですが、ジャーナルチェックサムの、検証についても、LTP の中の、ファイルシステムのテストの中に入っています。EXT4、New Features という中に、ジャーナルチェックサムの、検証が入っているんですが、そこでは、基本的にはオプションの、検証をしていまして、ジャーナルチェックサムというオプションを、付加して、マウントして、で、
FFSB という、ベンチマークを流して、で、アームワークできるかといったような検証をしていて、パラメーターのチェックはしてるんですけども、本当にジャーナルチェックサムが機能するかっていうのを検証できてませんでした。で、本当に、確認するためにはこういった討伐っていうのをやって実際のケースで確認しなきゃいけないんですけども、そのためには、さらにちょっとテープを複雑化したり、あと実際討伐になると手作業が発生するので、そこをどうやって持続化するかっていった課題があると思いました。で、今後はちょっと、作業の、手順だったり環境を見直して、さらにちょっと、ジャーナリングチェックサムとメタデータチェックサムの評価をして、さらにテストの自動化をして評価できるようにしたいなと思っています。発表は、以上です。コメントとか質問とかありましたら、ちょっと前提条件を確認させてほしいんですけど、はい、ジャーナルチェックサムでもしジャーナルがおかしかったときに、それを検知することができた場合に何がいいかというと、通常のデータは正常な状態なのに、ジャーナルがおかしいから、それをその内容が書き込まれちゃうことを防ぎたい。はい、そうですね。これ実際エラーが起きると、10回で試したというのがあったと思うんですけど、はい、その問題が起きると どういう症状が出てくるということになるんですか。マウントするときにエラーを検知して FSCK が走るというのを、期待していました。なるほど。で、FSCK が走ればさっきおっしゃってたようなエラーがあったときにも、 FSCK がそれらのエラーはちゃんと修正して、修正することができるものということをちょっと期待してました。はい、あとメタデータとかじゃメタデータか、 FSCK がどういうときに反則が条件ちょっと把握してないんですけど、まず物書き込んでる最中でも基本的にはバッファリングがあるじゃないですか。はい、なんでそのこうクリティカルゾーンでこう活線操作がされないと基本的には壊れてくれないわけですよね。そうですね。そこがまず一つ最ぶっ壊すための関門というかというのが多分あって、もし確実に壊したいんだったら、そこのカーネルにそういうコードを入れてノーティフィケーターみたいなのを突っ込んでおいて、クリティカルゾーンで確実にその USB の電源を落としに行くとかやると、多分うまく破壊することが可能ではないかなと。それってでもスタンダードなカーネルじゃないから検証にならないんじゃないかみたいな矛盾との戦いになったり、あと USB じゃなくてファイルにして作るブロックデバイスみたいにして作った方が多分検証されない気がすると思います。あえて USB を使う理由はないのかなっていうふうに。そうですね。はい。意図的なエラーを起こさせるには、カーネルの中のフォルトインジェクションとか、そういう機能がもしかしたらちょうどよく使えるかもしれないですね。ああ、はい。仮想マシン上で、例えば分かんないですけど、仮想マシンテストを対象仮想マシンとしまって、で仮想マシンって多分 USB のデバイスをいきなり抜いたりするようなコマンドは送れないんですかね、分からないんですけど、だから VMware とかだと後から USB のデバイスを突然、もちろんアウトしたりとか切り離したりするとかってできますよね。それと同じような感じでコマンドでラインでそれを送れるんだとすると、テストの自動化をそういう、なんかそういう仮想マシン上でやったら実はテストの自動化ができるとか、そういうことがないと。そうですね。そういう仮想マシンに割り当てる割り当てないという形で、はい、仮想罰を実際に起こすということですね。はい、今回の USB だったら、どっか叩くと USB の V パスの電源をオンできるので、それでやるのが
私はその内部で USB デバイス持っているだけで、なんか起きた時には VPAS の電源をオンにしてリセットかけてっていう最後の取り入れみたいなことを入れたりして、あでも、まあ、ホストコントローラーがあってか、ルートハブ側のそうそうポートごとの電源オフはオプショナルで実装してないやつも多いので、あそうですね、はい、ものによって、はい、大昔にセルフで新部さんがあの USB ハブでポートの電源をオフでポートのリセットをするっていう話をしたことがあって第3回か、そう、そうですね、大昔でその時新部さんが言ってたら意外と実装されてないハブが多くて実はコントロールできなかったと言っていたので、そういう注文ある、はい、仕様としてはあるんだけどなんか実は落とせないっていう、でも逆に落とせるハブを見つけてくれる、そうそう、落とせるハブを見つけると可能だと思う、それだと簡単にプログラムでポートごとに電源を入れたりみたいにできるので、そうですね、そこで、まあ、実際のものを使って、はい、うん、使用できます、ね、そうですね、実際に従来はデータが見せるときに、ジャーニングが壊れちゃって、FCK でそれを書き戻しちゃったのがためにデータが壊れちゃうということはよくあることだったんですか？壊れというか、そういったケースを聞いたことがあります。それは、じゃあ、チェックサムが そうですね、まあ、そこで使われてたのが、まあ、X3 で、まあ、そもそもそのこういった機能が入ってないバージョンの配信を使ってて、まあ、それに対して、まあ、できる、まあ、今回の環境でできるかなというのを検証したかったのがあったんです、まあ、そのためにはもうちょっと X3 も同じような環境でテストして比較してみる必要はあるかなと思います。基本的なことでいいですよね。あんまりジャーナル詳しくないんですけど、元々ジャーナルファイルシステムができた背景って、なんかそれまではパスって抜いて、まあ、ファイルシステム壊れると戻しようがなかったのが、ジャーナルでなんかある程度リカバーできる。よくなんかブートしてる最中に、前回ちゃんとシャットダウンしてないとジャーナルでちょっと戻しましたよみたいなメッセージがピッて出てきて、なんか FCK 走らすまでもなく、ある程度のエラーならなんかリカバーしてもらえるっていうのが良さだと思ったんですけど、で今度は確かにジャーナル自体もリスクに書くので、ジャーナルが壊れたら戻せないっていうためにチェックサムが入ったのも分かるんですけど、チェックサムもリスクに入っている。チェックサムもそうですね。でチェックサムを書き戻すのをミスったらどうなるんでしょう。チェックサムを書き戻すのは今度はやすいままよりはそう、元のファイルシステムを守るためにジャーナルを作ってんで、でもジャーナルが間違えてるかもしれないからチェックサムを作ったんだけど、今度チェックサムを間違えてたらどうです、どんどんちっちゃくなるから実はエラーになる確率が下がるという意味で入ってですかね、もしかしてたかだかチェックサムの書き込みならば、あなるほど、壊れることはないでしょう、ジャーナルに比べたら。もともとジャーナルが入ったのもファイルシステムのガルガって書かれてるよりはジャーナルの方が多分記録よりは小さいので、まあ、これさえアトミックにちゃんと入れば、万が一実行されてない処理があればジャーナルから引っ張り出してもう一度やって返しても元に戻すっていうパターンだったと思うんですけど、ジャーナルを書く前にチェックサムを書いてなんかそこら辺のなんか細かい内部構造がもしなんかご存知だったら教えてほしいなというか、なんかどういう順でやってるから実は大丈夫なんですよね、なんかタイミングはあると思うんですけど、リカバーしないと正しく戻らないような時にチェックサムが今書けなかったら全部、うん、でじゃあそうジャーナルと違ってチェックサムは間違ってることしかわからないじゃないですか、うん、なのでもうジャーナルが間違ってなんかおかしいですよっていうことが分かったとしたらもう戻せないわけです。ジャーナルはだからやってる処理の内容が入っているので、最悪はもう一度やればやればとか取り消したりすればどっかの綺麗なコンシステンシーのある状態まで戻せると思うんです。チェックサムはそれがその記録が間違っていることしかわからないので、だから基本的にはそう、
そう、チェックサムってそもそもそういうものなので、あのやりたいことだったらジャーナルが壊れてないかっていうのを担保して、変なあのつまり既存のだとうまくも、あ、壊れてるのにうまく動いちゃって怪しいデータに戻っちゃうと踏めないけど排除するっていうところで、別にあのもうそれを 体制を強化するんじゃなくて、その信頼性を向上させるっていう方法なので、そこはちょっと別かな。でチェックサムをディスクに書く部分に関しては、まあ、チェックサムが間違ってるっていうのがあるのかなと思ってた、ジャーナルはっていう。ジャーナルと CRC で整合性が取れなくなったら、もうそのシステムは狂ってるって。そうだ、チェックサム側が間違ってたとしても、それは信頼性がないから、もう。取り方なのでっていう話です。なるほど。で、ジャーナルがやりたいのは、その、要するに、壊れたデータを書き戻すっていう、そのロギ、あくまでジャーナルとそのチェックサムの目的が違うので、っていうところです。本当はジャーナルがあってて、チェックサムは間違えてるかもしれないけど、でも、ダブルチェックでどっちかが間違ってるのか、そもそも信頼はできないままに倒すっていう。その時は、例えばバックアップから書き戻す必要があるかっていうのは、それはユーザーが選択する方であって、そこはちょっと、FS 人権も、あくまでもそういうファイルシステムの整合性が取れるような状況を持っていくっていうだけのツールなので、それ運用の話にちょっと、はい、必ずしもファイルは復活するわけではない。そうです、別に復活させるの目的ではなくて、壊れた状態に持っていかないっていうのを担保して、FS だけは大体ロストパウザーでファイルがいっぱいいくだけで。でもロストバンドにあるデータなんて怖くて使えないでしょっていう話ですね。見に行って話しるだけで。よろしいですか。ちょっとおまけ。あと、おまけで紹介できるか。あの、ちょっと画面をください。今朝、ティムが説明していた中で、あまり知られてないんですけど、CWinUse の2012年のファンドプロジェクトの中に、ファイルシステムの、チューニングとロバストリスの議論をしたことがあるんですよ。で、これのレポート実は非常に価値のあるレポートだと思っていて、今日のティムの資料って、この資料は、あれですね、これどうして出てくるのっていうと、難しいんですよね。なんか僕のパワポ PDF の相当変ですが、今朝ティムが喋った資料はこれ何ページか忘れましたけど、ここのファイルシステムチューニングっていうページがあるので、その下に URL がこっそり書いてあって、それが Linux の域のここの資料を指すんですけど、これ実は非常に、よくできたというかですね、今の発表が僕じゃないですけど、例えばこれ、彼がやってるのは同じようなことをやっていて、実は性能のベンチマークをいっぱいやってるんですけど、それと一緒に、ここにですね、今のパワーフェイル、電断したときに何が起こるのっていうテストを自動化してエミュレーションでいろんなテストをしてるんですね。これパワーフェイルトレンス、この層では非常にこの資料を勉強する価値だと思うんだけど、パワーフェイルトレランスで、ちょっと字や姿勢が全部言えませんけど、自動化して何千回とかのやってみたときにどういうことが起こったのっていうのをいろんなファイルシステムに対してやってて、ターゲットにつないでファイルシステムチェックをやってリカバリーしてから、なんか一緒にわざとロードをかける分散があるんですけど、F ストレスっていうのはストレスかけるテストとか、または CQ のデータベースアクセスみたいなのをガンガンさせているときに、ダミーで電源を切るっていうテストを何千回かやって、それで何回もっとあるみたいなテストを、エクステンションの方と、データ FS と F2FS とかいろんなことをやってるんです。で、これ実は結構いい情報がいっぱい入ってるんで、ぜひ皆さんに見てほしいと。これね、さっきのティムナスが聞くように、この手前には、いろんなファイルシステム、例えばフェアビーの性能どうしたとか、普通のフィードライト性能どうしたとか、ものすごいいっぱいデータ入ってて、これだけで商売できるんじゃないかみたいな話がいっぱい入ってるので、ちょっと皆さん、今日のお土産で、あとでこれ何十ページもある資料で、実によくできた資料だと思うので、組み込みの人にとっては結構ファイルシステムの信頼性の性能っていうのはすごい大事ですよね。なので、ぜひ見てください。今日のティムの資料から行って、ここにティムが見れますので。ちなみに今日のティムの資料はもうウィキに上がってるんで、ダウンロードできますんで、見てみてください。
それね、これがただでもらえるのも相当な価値があると思うので。じゃあどうも、町田さん、野中さん、ありがとうございました。